リキサダンマークは、エリク家のスウェーデン王エリク10世の王妃で、エリク11世の母。リキサは、デンマーク王バルデマー1世とミンスク皇女、ソフィア・ウラジミロブナの間の娘である。リキサの名は、もともと、ロタリンギアブルグンとの女性の名であったが、母方の祖母リクサ・ボレスワブブナから名付けられた。1210年頃、スベルケル2世を排位して新しく、王位についた。 エリク十世は、従来、スベルケル家を支持し、ノルウェーを支持していたエリク家とは敵対関係にあった、デンマークと和平を結ぼうと考えた。このため、デンマーク王バルデマー二世の妹リキサが、エリク十世と結婚することとなった。後世に伝わる民謡によると、リキサがスウェーデンに着いた時、馬車ではなく、馬に乗るよう求められたことに驚いた。 小国デンマークでは馬車に乗るのが普通であったためで、あるが、スウェーデンの貴族の女性や女官は、リキサが自身の監修を通そうとするより、スウェーデンの監修に従うよう促した。リキサは、夫エリク10世の存命中は、娘しか生まれなかった。エリク10世は1216年に死去したが、その時リキサは身ごもっており、夫の死後に唯一の息子であるエリク11世を産んだ。 しかし、エリク十世の遺族はスウェーデンから追放され、エリク十世の後には、スベルケル家のヨハン一世が、大いについた。リキサが死去したのはデンマークで、息子の即位も、娘たちの結婚も見届けることはできなかった。リキサは、リング捨てずに埋葬された。リキサ個人について、具体的にわかっていることはないが、彼女の子孫に、 力さんの名がよく付けられていることから人気があったとみられる。ありがとうございます。